モノクロームセットは、イギリスのロック、ニュー、ベーブバンド。1979年に、ロンドンのインディーズレーベル、ラフトレードからデビューした。旧世代を否定する空気であった1970年代、後半のパンクロックムーブメントの時代にも、英国ポップスの伝統を受け継ぎ、ねじれたセンスで軽妙者脱な楽曲群を生んだ。後にネオアコースティックや、 ギターポップの元祖の一つとして位置づけられるようになるが、サイケ、映画サントラ、エスニックなど様々なジャンルを吸収した一筋縄ではいかないロックサウンドを展開している。アンディ・ウォーホルは彼らのスタイルについてベンチャーズとベルベットアンダーグラウンドを足して2で割ったようだと評した。また、モノクロオームセットとは白黒テレビを意味する。 結成は1978年であり、右与曲折を経て1979年に以下のメンバーに至った。B サイズに在籍していたビド、レスタースクエア、アンディ・ウォーレンの3人と、元アートアタックスの JD ・ヘイニー、トニー・ポッツが初期の主なメンバーである。1979年に3枚のシングルを立て続けにリリース。1980年には、 バージンレコード系のディンディスクからボブ・サージェントによるプロデュースでファーストアルバムストレンジブティックを発表しアルバムチャートの62位を記録した。さらに彼らのフォローアップの努力でセカンドアルバムラブゾンビーズはアルビン・クラークと当バンドにより同年後半にプロデュースされた。ヘイニーは1981年にバンドを去りレキシントン・クレインに交代した。 1982年、バンドは、チェリーレッドレコードにレーベルを切り替えて、ティムハートによるプロデュースで、サードアルバム、エリジブル・バチェラーズをリリースした。スクエアとクレインは、直後に脱退し、キーボードのキャリー・ブースとドラマーのニコラス・ベロソフスキに、交代した。このラインナップは、ブースが、新リードギタリストのジェームス・フォスターに順番に変わる前、 チェリーレッドのための1982年シングル、キャスト、エイロングシャドウを録音した。1983年、チェリーレッドは、初期のラフトレードでのシングル、BBC とキャピタルラジオのセッション、未発表の初期セッションを含む、回顧録、ボリューム、コントラスト、ブリリアンスをリリースした。1985年、キャスト、エイロングシャドウと同じメンバーで、 ワーナーブラザース参加のブランコイネグロのためのザロスト・ウィークエンドを録音した。が、このアルバムは商業的には失敗し、数枚のシングルを経て、レーベルの閉鎖とともに、バンドは公式に解散となった。結局、彼らの所属レーベルは、ラフトレード、ディンディスク、プレ、チェリーレッド、ブランコイネグロと転々としていた。 解散後ビドアソロ活動を行いラジカルテットとナノリーシングルもリリースした。レスターは夜速ドンとドラムのアルバムグッドモナーニン、レスタースクエアに参加したりインビジブルを結成した。メンバーだった数名はウッドビーグッズのデビューアルバムのバックでも参加した。1990年には再結成し、初来日も果たした。その後も再来日した。 1998年まで活動し、2度目の解散。2008年に再々結成し、3度目の活動を続けている。ありがとうございます。